皆さんこんにちは、アッキーです。今日ははい、このね、通販でこの間買った日本軍のレゴとの互換性のあるミニフィグセットを紹介したいと思います。これがその買ったパッドですね。これ日本軍らしいですね。じゃあ早速開けていきます。まあ説明書が入ってますね、こんな感じで。はい、じゃあ早速開けていきます。まずこの1パック目から開けていきます。これどこに開けちゃうんだ。あったあったあった、よし、 OK。 はい、もうなんだこれ、なんかわかんないけど、なんかこういう糸が入ってました。よいしょ。あとこういうなんかパーツですね、なんだろう。まあこれは後で作りましょう。はい、まず開けます。よいしょ。はい、こんな感じでついてきました。馬がついてますね。よいしょ。はい、できました。馬、なんかこれはつけられるみたい。やばい。はい、こんな感じでなんかつきましたね。はい、でちょっと説明書を見よう。よいしょ。これはどれだ。この中にあったあった、これっぽいですね。ここなんかこれか、あ、これをつけるみたいです。よし、つきます。こんな感じでできました。はい、じゃあ次いきます。はい、次はこれかな。これ人組み立てていきます。まず手を入れます。よいしょ、よいしょ。はい、はまりました。じゃあこの手のパーツを、よいしょ。はい、はまりました。でね、ちょっとなんかこれよく見るとなんか帽子のところにつけるっぽいんだよね。はい、できました。よし、じゃあ次はね、これこうなんかよく見るとなんか玉みたいなのがついてるんですよ。見えますか、ここに。でね、これはすごいことにここになんかつけられるっぽいです。よいしょ。ゴム製になってるのでちょっと時間がかかりそうなんで、つけたらまた動画を流します。はい、こんな感じでつきました。これはね、よく見たらこの肩の部分につけられるらしいですね。こうやってつけられるのかな。お、すごいすごい、ついた。まあこんな感じでつきました。すごいですね。はい、じゃあ次はね、よいしょ。これさっきついてたパーツなんですけど、ちょっと切ります。はい、じゃあ早速作っていきます。まずこれをここに入れるっぽいですね。そしたらこれ、このパーツをここにはめます。はい、なんかこうやってはめるっぽいですね。そしたら次は次はね、ちょっとパーツがないと思ったら、あれ、次のパックに入ってるっぽいので、次のパックで、あとは作りたいと思います。今作ったセットは、まあ、全部重ねるとこんな感じですね。あと、これ。これですね。はい、じゃあ次のパックを開けていきたいと思います。はい、次はこのパックを開けていきます。はい、これはね、説明書を見るとこのバイクのヘイサイドとか前と作ってみたという動画を作ったバイクのこの乗る方ですね、のパーツっぽいです。はい、でこれを組み立てます。
ただここにはめるだけって書いてあります。よいしょ、よし、はい、こんな感じでぴったりはまりました。これ武器がいっぱいついていますね。こんな感じで、じゃあ取っていきます。はい、こんな感じで、よいしょ、全部のパーツを切り取りました。じゃあ、よいしょ、武器パーツは切り取れたので、この兵隊のパーツを作っていきます。これね、よく見ると隊長っぽいですね。このセットの中もなんかマントがついてました。はい、じゃあ作ります。よいしょ、よいしょ、はい、手がくっつきました。なんかさっきより硬くないな。よいしょ、はい、パチンとはまりました。次は手、よいしょ、はい、できました。あ、その前に首取って、このさっきのマント、このマントをつけないと、こうして、こうして、難しいな作るのが。で、こうして、こうか、よいしょ、はい、できました。はい、これが隊長です。はい、こんな感じですね。ついてきたパーツはこれです。はい、倒れてる。じゃあ次のパックはさっきのバイクを作るので、このバイクのついてきたパックを開けます。このバイクパーツがついてきました。じゃあ早速このバイクパーツを組み立てようかな。あ、これ他のところにパーツが入ってるっぽいですね。まあ、もう一個はタイヤパーツがもう一個の方についてるらしいですね。はい、こんな感じでできました。はい、じゃあこれについてきたパーツを開けます。はい、このね、さっきの帽子パーツと、これって何なんだろうな。あ、台か、乗せる台だ。私分かんなかった。多分乗せる台だと思います。はい、よし、できました。じゃあ次は、よいしょ、帽子パーツ。あ、その前にこのさっきのパーツをここにつけて、はい、できました。はい、じゃあこの台に乗せよう。早速、あとね、ちょっと見にくいと思うんですが、このね、こういう土のうみたいなパーツが3つついてきました。はい、こんな感じですね。あと、さっきのこのパーツとバイクのライトパーツですね。はい、じゃあこれを作っていきます。はい、できました。よいしょ、つかない、硬い、あー、ひん、よし、こんな感じですね、このセットは。はい、じゃあ次のセット、次はこの結構大きい、こんな感じですね。玉がついてきてます。あ、で、これ、このパーツなんですけど、ここ細かい、ここに、よいしょ、こんな感じでつけるんですね。高さとか変えるときに使うのかな。はい、じゃあこのね、ここに説明書があるんですけど、これやっと来たよ、これ
この一番最初に作った手法ですね。手法というかマシンガン的な感じですね。よし。で、作り方は、まずこれをよいしょ、はめて、こうやってね、はめたらここに穴があるんですよ。ここにこれを、はい、こうやってはめます。あ、反対か、いいんだ、こっちで。そしたら、いや違う、こっちだ。そしたら、はい、これをこの持つところをこうやってつけます。はい、そしたらよいしょ。もう一個のパーツはまた次の方に入ってるから、もう一個ここにあって、これがこうやってつく感じですね。じゃあ、はい、これは後で作って、はい、かっこいいですね。こういう箱がついて、はい、人、こういうのがついてきてる。よいしょ、よいしょ。で、これなんだ。お、これよく見るとここにつけられるっぽいですね。かっこいい。はい、この人もなんか強そう。あれ、さっき、あ、こんなとこにあった。手がなかった。よし、はい、つきました。手のパーツ。よいしょ。なんかたまに硬いのがあんな。こういう向きで刺さないとなのか。よいしょ。またこれがついてきた。だいたい真ん中にこれを刺して、 OK、 できました。こんな感じですね。あ、これじゃない、台に乗せると、はい、こんな感じです。でね、この大きい箱、中にいろんなもの入れられていいですね。はい、蓋して、はい、できました。で、これをこのさっきのね、土のう的なのを作って、よし、最後に袋、よし、急ぐよ、よいしょ、あ、くっついた、 OK、 はい、こういうパーツがついてますね。紙とこういうのが、やっと来たよ、タイヤ、バイクのタイヤです。よいしょ。じゃあちょっとね、あー最悪、ゴムがこっちに入ってます。まあいいや、まあ置いといて、と、まずはこれ、地雷、かっこいい地雷、取ります。結構簡単に取れんない。よいしょ。スコップですね。よいしょ。硬い。なんだこれ。ハンドルか。はい、取れました。もう一つありますね。と。ね、ちょっとね、ずっとこれ作ってなかったので、作ろうかなと思います。これをここにはめて、よいしょ、はい、こんな感じでできました。はい、でね、これいいことにこのポーチをここにつけられます。はい、できました。このエンジンをここにつけます。エンジンやマフラー、はい、こんな感じで細かいところまで
はい、人ができました。でね、ちょっとこのハンドルみたいなのはこれをよいしょ、はい、これシャベルとこのなんだっけ、なんか名前忘れちゃったんだけど、この2つができました。はい、1回のパックはこれですね。これやっと来ました、これよいしょ。まあそれは後で作る。なんかバネが入ってるんですよ、わかりますかこれ。ちょっとバネはなくせない。それで作り方はまずこれ、このパーツにこれこうやってはめます。はい、そしたら骨ついてきたこのパーツをよいしょ、こうやってはめます。よいしょ、はい、このパーツ、バネのパーツをここにこうやってます。あ、取れちゃった。はい、でこれで完成です。でね、このバネパーツはこうやって入れてピュッて飛びます。はい、じゃあ次、はい、今ねこれができました。じゃあ最後は全部並べてみたいと思います。はい、全部でこれが全部です。はい、久しぶりに動画アップしたんですが、あれちょっと最近忙しくて撮れなかったんです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。